野球というスポーツでは守備の要と言われるキャッチャーはチームにとってとても重要な存在。常に試合の戦況を把握し、各プレイヤーに指示を出す。相手打者の特性を考え、投手が投げるべきベストな球種やコースを一球一球考えている。守備陣をまとめるキャッチャーに覇気を感じれば、おのずとチーム全体に活気がつく。昨年引退した最強の捕手モリーナは、投手のパフォーマンスを最大限に生かす力があると言われ、彼がグラウンドにいるだけでチーム全体の士気が高まる。そんなチームリーダーとなりうるキャッチャーという重要なポジションに、わずか8歳という年齢でその魅力に取りつかれた少年がいた。そしてその少年は今ではメジャー球界を代表する捕手となり、強肩強打の怪物キャッチャーとして全米に名を馳せている。それがカンザスシティロイヤルズに所属するベネズエラ出身の32歳サルバドール・ペレスという男だ。ペレスは幼少期に両親が離婚し、母子家庭で育った選手だが、早い時期から野球を始めており、8歳の頃にはキャッチャーの楽しさに目覚めていた。少年時代から野球のセンスは抜群で、12歳になった時には所属していたチームのコーチからメジャーリーガーになる逸材として期待されていた。それから順調に野球選手として成長していったペレスは、2006年、当時16歳だった時に現在でも在籍しているロイヤルズと契約を交わした。そんなペレスは2011年にメジャーデビューを果たすと、ルーキーシーズンながら打率は3割3分1厘と見事な活躍ぶりを見せた。早くも頭角を現したペレスは、メジャー2年目となった2012年には球団と5年契約を結び、プロの世界でも将来を期待されたキャッチャーとして見られた逸材だった。2006年にロイヤルズに入団してから今現在に至るまでロイヤルズ一筋でプレーしているペレスは、2022年にメジャー11年目を終えたベテランの選手。2013年のシーズンからほとんどの試合に出ているロイヤルズの看板選手でもあり、今では名捕手と言われるメジャーを代表するキャッチャーの一人にまでなっている。エラーやパスボールはほとんどなく、ボールブロックの技術は球界トップクラスで、さらにペレスが何よりもすごいのは、ボールを弾丸のように投げる並外れた強肩。盗塁阻止率は何度もリーグトップの成績を残しており、キャッチャーとしてゴールドグラブ賞は5回受賞している。そして近年で最もペレスが注目を集めたシーズンといえば、大谷翔平とホームラン争いを繰り広げた2021年のシーズンだろう。シーズン終盤には大谷がホームラン王のタイトルを獲得することに期待が高まり、熾烈なホームラン王争いには毎日のようにドキドキさせられた日々が続いたが、最終的にはペレスが捕手として歴代最多本塁打記録を樹立し、本塁打王と打点王の2冠を達成する偉業を成し遂げた。このシーズンでペレスがホームランバッターの捕手という印象がより一層強くなったが、この偉業はもちろん簡単なものではなく、捕手が打撃2冠のタイトルを手にしたのは1970年以来51年ぶりの快挙でもあった。とにかく当たり出したら止まらない、強打に堅守を兼ね備えた現役屈指のキャッチャー、それがサルバドール・ペレスという男。昨シーズンは故障の影響もあり、ホームランの数は減少してしまったが、それでもまだ現役の最前線で活躍する長打力と強肩は健在だろう。2023年のシーズンも攻守にわたりチームの重要な柱、ロイヤルズの看板選手として大きく活躍することを期待したい。And for the first time in a long time, I'm over.